伊達政宗は隻眼で、独眼竜、というかっこいい二つ名があるのに、同じ隻眼の加工トンの二つ名が、もう加工なのは色々とひどすぎると思う。加工トンは割と好きなゆっくり霊夢です。生地小学生の時から三国志を読んだせいで、私の中での眼帯キャラは加工トン一択なんだよな。初めて三国志を読んだ時に自分の目玉を食べる加工トンにドン引きした。普通の感覚をしているマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは竜一族のトンでもない大無能、竜君よ。彼のいいところはマジで早々と演術にコネがあるぐらいしかないのよね。乱世の大物たちと親交がある人物か。さて改めて紹介するのは竜君、あざなお次第。何もせずとも孫策がビビるほど強い兵士を獲得することに成功したものの、勝手に増え続ける兵士のせいで自滅し、曹操とのコネを盾に好き勝手にしまくったせいで処刑されたいいところがまるでない男。彼は一体どういった人物なんだ。竜君派生修行や軍出身の人物で、最初は敗国の憲兵県庁に任命されていた人物みたい。そして曹操も敗国出身の人物だったため、竜君は曹操と関係を築くようになったみたい。その後、孫策が演術の命令によって露光大首陸公を攻撃し、この地が平定されると竜君はもともと演術の部下だったことも、あったために演術によって新たに露光大首に任命されたみたい。持つべきものはやっぱり権力がある元上司ね。大物たちとのコネを生かして順調に出世をしているぜ。199年、演術は皇帝を戦勝したものの、その結果天下の英傑を敵に回してしまい古ぼっこにされて失意のまま病死してしまった。これを受けて演術の部下である楊公や張君らは仕方なく演術軍の残党を率いて孫策に下ろうとしたものの、竜君はこの演術軍残党の動きを読み切っていた。なもんで、竜君は旧演術軍を待ち伏せしてその軍勢をことごとく捕虜にしたの。それに加えて竜君は自ら自分の元に来てくれた演術の祭祀と演術の遺体、さらに演術が持っていた金銀財宝を獲得することにも成功した。こうやって竜君は演術が持っていた物資をごっそり奪い取ったのよね。演術は皇帝を自称するぐらい調子に乗っていた。逆に言えば調子に乗れるぐらい強い兵力を持っていたんだぜ。それを獲得できたのは竜君にとって大きすぎるぜ。さらに竜君の豪運はその後も止まらず、領州で最も大きな勢力を築いていた帝宝という男がいたんだけど、彼は皇族の竜陽という男に暗殺されて竜陽は帝宝の精鋭部隊数千を乗っ取り、その兵を竜君に授けると言ってきたの。しかし竜君は無償で兵士をプレゼントする竜陽の態度を怪しんだ。なので、竜陽は帝宝の部隊にはルールというものがなく、彼は兵士たちに対して略奪行為をしておりました。なので私は帝宝を切ったのですが、私には兵士たちをつなぎ止めるだけの資金を持っておりませぬ。このままでは私は兵士から恨まれて暗殺されるでしょうからあなたに兵を授けるのです。と言い、竜君はこれに納得したのか竜陽から、兵士を受け取ったの。その結果、竜君は長江や淮河のあたりで最も強い勢力になったと噂されたの。ろくに戦わずに演術と帝宝の部隊を吸収したしな。それに竜陽は資金がないから帝宝の部隊を手放したが竜君には演術が持っていた金銀財宝がある。兵士たちのお給料もきちんと支払えるはずだぜ。しかし竜君には誤算があった。あまりにも急激に兵士が増えたもんだから兵糧がもう底を突きかけていたのよ。お金は莫大にあっても食料が怪しねえ。このために竜君は苦悩し、余剰大使課金に対して食料を買いたいと提案したの。しかし課金は他の軍に与えるほど食料に余裕がないことからこれを拒否し、代わりに開墾、上領あたりから兵糧を援助してもらうように提案したの。竜君は当初はこのあたりの有力者たちからお米を買い上げて三万石の米を手に入れるつもりで重兵の誘拐をこの地に派遣したものの、誘拐が1ヶ月して手に入れた食料はわずか数千石に過ぎなかったのよ。こんなんじゃすぐに兵糧がなく、なっちゃう。こうして竜君は勝手に追い詰められていった。来るもの拒まずの精神でいたせいで兵糧が底をつきた。このままでは腹を空かせた兵士たちから暴動が起きるのは必然だぜ。
なんとか早めに対処しなければいけない。孫作はユウくんの勢力が強すぎることを面白く思っておらず、彼が兵糧不足で苦しんでいることを知ると、孫作はユウくんに貢ぎ物を送るついでに、上領の民は何年も私に逆らい続けております。私といたしましても上領にいる人々たちを討伐したいものの、何かと遠くなので討伐に行く機会がこれまでありませんでした。なのでユウくん様に、これを討伐していただきたいのです。上領はかなり豊かな土地なので兵糧もごっそりあるでしょうから、もしユウくん様がこれを獲得できれば国家を助ける要になれるほどの存在になれるはずです、と言ってきたの。ユウくんは自分にへりくだって金銀財宝をくれた孫作の態度に喜び、さらに兵糧にも困っていたことから、喜んで上領に出兵しようとしたの。孫作からの許可ももらったことだし、いろいろと気にせずに出兵もできるぜ。ユウくんの部下たちはほとんどが上領攻めに賛成してきたものの、唯一ユウヨウだけがこれに反対してきたの。なのでユウくんがその訳を聞くと、ユウヨウは、上領はとても小さな城であれど守りが固くすぐにこれを落とすことは不可能でしょう。その隙に孫作が背後から攻めてきたら我が軍はどうするのですか。前に進もうにも、上領は落とせず、撤退しようにも上領攻めで主力部隊はほとんど前線にいるのですぐに本拠地は孫作に落とされて撤退もできない。こうなれば我々は一巻の終わりですよ。と言ったものの、ユウくんはこの意見を採用しなかったみたい。もしかしたらユウくんはユウヨウの意見を採用できないぐらい兵糧に困っていたのかもしれないな。ユウくんは上領攻めに出陣した。そしてユウくんは開墾に到着してこの地で食料の略奪をしようとしたものの、この地に住んでいる有力者たちが食料を持ったまま逃亡したためにユウくんは少しの食料も獲得できなかった。そして孫作はこの時構想を討伐するために出兵していたものの、ユウくんが出兵したことを知ると急いで軍を反転させて重慶の孫墳、孫穂に兵士8000を率いらせてユウくんの帰り道に伏兵として仕込み、孫作自身は周遊と共に兵士2万を率いユウくんの本拠地である関城を攻撃しに行ったの。その結果、関城は孫作の手によって落とされて炎術が持っていた物資や、ユウくんの祭祀、炎術の祭祀、それに兵士3万人を孫作に奪い取られた。しかもユウくん自身も孫墳、孫穂らの待ち伏せにあって大敗しちゃうし、食料も獲得できないわ、本拠地も孫作に取られるわ。もう最悪の戦いをしているぜ。それからユウくんは長江から徒歩で孫作軍から逃亡したものの、孫作がすでに関城を落としたことをユウくんは知ると青塞山の山中で砦を作り、ユウヨウと高祖に援軍要請をしたのよ。その結果、高祖は息子の功績に水軍5000を率いらせてユウくんを救援させたものの、孫作は先んじてユウくんを破ってさらに、功績を敗走させた。これを受けてユウくんはもう孫作に勝つことは無理と判断したのか、兵士数百を率いて早々に降伏しに行ったみたい。ちなみに孫作はこの戦いでユウくんの兵士2000と船戦争を獲得したようね。もうユウくんは孫作に根こそぎ奪い取られているわ。まあユウくんのこの物資も元はといえば炎術と帝砲の物資だからな。ユウくんはこの物資を有効活用できなかったが、孫作はうまいことこの物資を利用しているぜ。曹操は自分の元に来たユウくんを列公に奉じ、議論や軍議に積極的に参加させるなどかなりユウくんのことを重用したの。曹操とユウくんは救援があるから曹操は彼に特別待遇を与えたのかもね。さらにユウくんの兄は予習使にまで任命されていた人物で若くして亡くなってしまっていたものの、兄の子であるユウイが兄の地位を、継ぐなどユウくんの家族は漢王朝においてかなり力を持っていた一族だったみたい。兄弟揃って大衆や獅子に任命されているからな。これはすごいことだぜ。その後にユウくんは聖余将軍にまで任命された。しかしユウくんは曹操から特別に優遇されていることからおごり高ぶるようになり、彼の一族や食客たちは法を軽視して好き勝手にやるようになったの。ユウくんは彼の一派が好き勝手にしている場所で大衆だった過去もあったため、当時の公平権令しばしに手紙を送って自分と、しかし妹たちを逮捕しないでほしいとお願いしたものの、これを拒否されたりもしているの。また、
加藤大使時に大きな夏目を要求したもののこれを断られるなど彼の荒れっぷりなエピソードはなかなかに尽きないわ。むむむ。時の権力者から寵愛を受けているのにかなり舐められているぜ。リュウ君の荒れな性格は生涯治らず、曹操との関係を頼りに法を犯して人を誹謗中傷しまくった結果、李新成という人物から罪の告発を受けてリュウ君は逮捕されて処刑されたみたい。そしてリュウ君の罪が連座されたのか老いの優位の官職さえも剥奪されたみたい。まあ遅かれ早かれこうなる運命だったとも言えるけども、余裕しかりリュウ君しかり。なぜか曹操様の親友たちは性格が荒れな人が多い気がするぜ。まあ曹操様は友達が多いタイプだから必然的にそういう人が多くいる気がするだけの可能性もあるけども。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。戦いってのは兵力ばかりに目が向きがちだけど食料も大事。それがよくわかる話だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。